おはようございます広瀬まりです今日もあなたがあなたらしく輝くヒントをお送りします今日はブレずに我が道を行くですいろいろなお仕事をさせていただく中で様々な分野の方にお会いする機会があります自分の知らない世界のお話をしてくださる方たちは本当に刺激的です改めて知らないことを知る喜びを教えてくださいますしそれが 自分の原動力になっていきます隣の芝生は青く見えるではないですけれど知らない世界はとっても魅力的に感じられ新しいことに挑戦してみようなんて気になってしまいます好奇心が旺盛というのはとても素敵なことだとは思いますがその好奇心が自分の考えをぶれさせる結果になることもあるので気をつけなければいけません。私は 新しいものが好きというわけではないのですが、興味があることにはついついのめり込んでしまうので、本末転倒になってしまうことがあります。例えば、趣味で伊勢方紙を始めたのですが、寝る間も惜しんで作品を作ってみたり、編み物を始めてみてもやっぱり新職を忘れてといった頑張り方をしてしまいます。 曲をを作っったたりり詩を書いいいいすす。るるととときに集中ででう点でははても良い才能だとは思いますでも何かに集中しすぎて本来自分がやるべきことを忘れてしまうのはあまり褒められたことではないと思っています学生時代テスト期間中に全く関係のないことをやりたくなってしまったのは私だけでしょうか 今後もいろいろなことに夢中になれる自分を褒めつつ本末転倒にならないようにブレない自分を確立していきたいと思っていますブレない信念を持つことは信頼につながるのでとても大切なことだと思いますブレずに自分の決めた我が道を進んでいけるといいですね今日もあなたがあなたらしく輝きますように広瀬まりでした気をつけていってらっしゃい